こんにちは。元気に遊んでるかな。今日はアンパンマンと大きなお家で遊んじゃうよ。どんなおもちゃかな、早速見てみよう。すごい大きなお家だね。屋上庭園、庭があるね。出窓があって、かわいい窓がついてる。かわいいドアがついてるよ。入った。ここからお家に入るんだね。ポストもあるよ。ほら、こうやって開けると手紙が入ってるんだね。すごいね。こっちはお家の中が見れるようになってる。すごーい。ここを開けると、よいしょ、あー開いたよ。こうやって家お家が完成するんだね。どうなってるのかな。ベッドがある。ベッド、階段があって、2つあるね。じゃあ赤ちゃんはどこで遊ばせてあげようかね。どうしようかな。じゃあ階段登って2階のベッドで遊ぶよ。かわいいミルクちゃんも階段登って赤ちゃんもと一緒に遊びます。話してるみたい。こそこそ。アンパンマン、アンパンマンなんか着物着てるよ。着物着たアンパンマンはどうしようかな。じゃあ1階で食パンマンもアンパンマンと一緒。ご飯も食べさせてあげよう。ハンバーグどうぞ。サラダも食べたいよ。どうぞ、いただきます。わわわ、おいしいよ。次はジャムおじさん。ご飯作ったのはジャムおじさんだよ。おいしいかーい。パタコさんもご飯作ったの手伝ったよ。バイキンマンも来た。バイキンマンも来たよ。遊びに来たよ。ウキウキだね。ドキンちゃんも来ました。なんか美味しいのあるんでしょう。じゃあバイキンマンたちにオムライスをごちそうします。どうぞ。うん、美味しい。チーズもくれてきたよ。みんないっぱい遊んでる。ドルパンナちゃんも来たよ。お姉ちゃん、メロンパンナちゃんもお姉ちゃん追いかけてきました。キザルマンも来たよ。外は寒いよ。キザルマンはあったかいと溶けちゃうから庭です。寒いのに。ホームパーティーかな。なんか楽しそうにホームパーティーしてると、ピンポーン、誰か来たよ。ドアを開けて、みんなが遊んでるところにホラーマンが遊びに来ました。バナナマンも来たよ。牛バナナ持ってきたよ。ポストには手紙入ってるかな。開けてみるよ。お、手紙が届いてる。誰からかな。金よりって書いてある。食パンマン様へ。金ちゃんが食パンマンに手紙書いたんだね。は、お、カレーパンマンよりだって。アンパンマンへ。
カレーパンマンがアンパンマンにお手紙書いたんだね。届けてあげよう。お手紙ですよ。たくさん遊んだ後はちゃんと片付けしようね。の振動させて、こんな風に片付けできるよ。すごいね。ポストもしまって、これなら持ちなくさないで済むね。今日の動画も楽しかったかな。毎日たくさん面白いおもちゃ紹介してるから、チャンネル登録しておいてね。また見てね。バイバーイ。